日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ。羽生結弦や荒川静香、世界的フィギュアスケーターを輩出してきた地、仙台。実はこの地でもう一人伝説的スケーターが生まれていました。あ、滑ってらっしゃいますね。あ、素敵。よいしょ。いや、はじめまして。いや、未来の荒川さんだと思いましたよ。ありがとう。なんとこちらの浅野千恵子さん、93歳の現役フィギュアスケーター。こちらをご覧ください。若い一般客を抜き去り華麗に滑り続けます。去年のマスターズチャレンジカップでは歴代最高齢で出場したスーパーおばあちゃんなんです。93歳とは思えない滑りっぷりにスケート仲間たちは、でもスターですから、このリンクも年でね、もう、ね、目指してるんで。スケートっていうものは千恵子さんにとってどんなものなんですかね。友達ですね。友達ですね。スケートのスケート友達。はい、友達ですね。いませんもの他に友達。現在浅野さんは週2回レッスンを受け、自宅からバスと電車を乗り継ぎ、片道1時間以上かけ通う日々。ここまでして続けるスケートへの思いは、波乱万丈の人生の中で培われたものでした。浅野さんがスケートと出会ったのは小学校低学年の頃。当時のスケート靴は今では考えられない驚きのものだったのです。兄たち2人が下駄スケート、下駄に歯がついたやつを履いて滑ってたんです。それは私もくっついていきましてね。下駄スケート、下駄スケートです。なんと当時のスケート靴は下駄。まだ今のようなスケート靴は高級品だったのです。下駄スケートどうでした、やってみて。まあ最初頭打ちましたね、転んで。最初それでもまたやりましたから。ということは、はい、のめり込んだの好きだったんですか。そうですね、はい、スケートからもう全然離れなかった。離れられない、はい、初めて滑った時からスケートの虜になった浅野さん。その後小学4年生の時、陸軍だった父に連れられ当時の満州へ渡ります。それからほどなくして終戦。1年後にやっと日本への引き上げが決まった時、浅野さんは驚きの行動に出たのです。93歳にして現役フィギュアスケーターの浅野千恵子さん。終戦の頃は満州に暮らしていましたが、日本への引き上げの時には最低限の荷物しか持ち帰りを許されませんでした。そこで浅野さんは驚きの行動に出ます。この靴は履いてきましたね、引き上げの時。靴だ、戻ってくる時に。そうです、そうです。これ歯はね、もう置いてきましたよ、危ないですから。はい、だから靴だけは。いや、靴も置いてきたらいいじゃないですか。いや、その頃ないんですもんね、こういう、こうしっかりした靴は。あ、フィギュアの靴っていうものがものすごい貴重だったし、はい、うん、そうそうそう。
戦後間もなく日々の食料さえままならない過酷な環境で、浅野さんにとってスケートは心の支えだったのです。1980年頃には日本でもフィギュアスケートの認知度が上がり、浅野さんもスケート教室に通えるように。そして68歳の時、初めての競技大会に出場。実にスケートを始めて60年ほど、念願かなって大舞台に立った瞬間でした。時代に負けず好きを貫いてきた浅野さん、滑ってて気持ちいいっていうか、全部忘れますよね、風のことやらなんやら。あ、全部ね。はい、もう全部忘れるし、娘たちや孫のことも全部忘れる。そこまで忘れますか。